次に、串渕麻里君。串渕君。令和新選組の串渕麻里です。今回の法案について内容自体には大きな問題がないため賛成の立場です。その上で本法案は新しい資本主義の目指す公益法人改革とし、民間も公的役割を担う社会の実現が目的とされている点についてお伺いいたします。まずこの言葉はまるで今まで民間が公的役割を果たしていなかったかのような、ふうに読める欠点はあるものの、まあ考え方はわかります。しかしなぜそれがですね、新しい資本主義につながるのか理解ができないんですね。そもそも新しい資本主義とはどういうことを指すのか。政府の説明では官民が連携し成長と分配の好循環ということらしいですが、それはまあ実現すればいいですが、あくまで経済の話です。この法案が目指す民間の公的役割というのは、新しい資本主義というよりも新しい民主主義、あるいは新しい公共というところに分類されるべきではないかと思うんです。今から14年前、2010年に発表された新しい公共宣言というのがありました。政府に円卓会議というのが設置され、そこにはホームレスの自立を目指すビッグイシューの日本代表の方もメンバーだったんですね。当時党の立場から私も政策議論に加わっていました。その宣言にはこうあります。人々の支え合いと活気のある社会、さまざまな当事者の自発的な共同の場が新しい公共である、こう定義されています。政策の中心は寄付税制の拡充でした。特に阪神・淡路大震災以降、ボランティア組織を支えるためにできた MPO 法を、さらに市民の自由な社会貢献活動を支えるものにすることが目的です。一般の人がある認定 MPO に寄付をすれば、寄付を受けた団体には活動資金が増え、支援を必要としている人々や対象が救われる。寄付をした人にとっては税額控除の幅が広がることで、いわば国民が税金の使い道を決めることができる、こうした概念です。これは公益法人も同じです。政府だけでは解決できない社会的課題を幅広い当事者が補完し合いながら共同して解決に当たる、そのための新たな公の枠組みを提供するものです。当時は鳩山内閣ですが、実はその前の麻生内閣でも社会的責任に関する円卓会議が発足しているんですね。少なくとも当時は政党の垣根を越えて問題意識が共有されておりました。つまり公益のために民間が役割を果たせという上から目線ではなくて、もっと市民や民間を支える仕組みが必要であるという考え方です。新しい公共宣言でもこれは古くから日本の地域や民間の中にあったけれど、今や失われつつある公共、これを現代風にふさわしい形で再編集し、人や地域の絆を作り直すことに他ならないとしています。保守の方こそ新しい公共を前に進めていくべきだと思います。決して経済の話ではありません。しかし2012年自民党政権に戻った後、この新しい公共の政策は廃止をされてしまいました。考え方はすっかり忘れ去られていますが、一方寄付税制拡充のための財政的な仕組みを残っています。大臣にお伺いします。今当時の改革による公益性の現状はいかがですか。簡潔にお答えください。加藤大臣。お答えを申し上げます。民主党政権下における新しい公共とは、すべての人々に居場所と出番があり、さまざまな主体が積極的に公に参画する社会づくりのことであり、特に NPO が重要な担い手と位置づけられていると承知をしております。 NPO 法人の活動促進に向けた政府の取り組みにつきましては、平成22年の新しい公共推進会議からの提案等を受けまして、平成27年度税制改正及び NPO 法改正が行われたと承知をしております。その後の内閣の取り組みとして、平成25年に、受け継ぐような形と概念を受け継いでいると私は認識しておりますが、共助社会づくり懇談会、平成26年に共助社会づくり推進のための関係府省連絡会議を開催し、活力ある共助社会づくりを推進するために取り組むべき施策等を取りまとめ、関係府省による取り組みが進められているところでございます。以上。串渕麻里君。はい、大臣からは具体的な数字なかったんですけれども、その改革以降ですね、画期的に MPO の数は増えているんですね。
民間つまり国民の参加による公益性の広がりは MPO 法が中心であったこと、また数が増えていることが今のご答弁に補足をさせていただきたいと思います。しかし大事なことは MPO の数ではなくて、どれだけ国民のために公益性が広がったか、どれだけ寄付を通じて社会参画する国民が増えたかということだと思います。実は調べますと2021年の段階で寄付経験のある人はまだ3分の1、しかもコロナ前の2019年と比べると減っているのが現状です。日本の寄付市場は総額で見てもアメリカの約30分の1、 GDP 比でも約6分の1でしかありません。総額は伸びていますが、その半分以上はふるさと納税なんです。 MPO はそれほど恩恵を受けておりません。災害も多発し、生活困窮者などを支える MPO による民間の共助も寄付者の減少でもう限界だ、こうした声を多く聞きます。能登半島地震の紙幣にですね、ボランティアが足りないという報道がありますけれども、圧倒的に足りないのは政府の災害支援であり、現場で支援を続ける災害 MPO への支援です。大臣、最後にお聞きいたします。 MPO 公益法人など日本の寄付を増やす方策について、先ほど概念的なお話ありましたけれども、具体的な新たな枠組みを検討されているかどうか、お答えください。端的になければないで結構です。いかがですか。加藤大臣。お答え申し上げます。省庁横断官民連携での検討等につきましては、 NPO 関係者との意見交換の場などを活用して丁寧に意見をお伺いをするとともに、必要に応じて非営利法人制度を所管する関係府省ともしっかりお連携をしながら、我が国における寄付文化の公益活動の活性化、これを行っていきたいと考えております。渋地真理君。はい、まとめますが、今のお答えは、検討されていないと、具体的にはまだ、存在していないというふうに受け取りました。申し合わせの時間が過ぎております。はい、広げるためには新しい資本主義ではなく新しい民主主義が必要ということを申し上げ、質問を終わります。ありがとうございます。これにて両案に対する質疑は終局いたしました。これより両案について討論に入るわけでございますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。まず内閣提出、参議院総付、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立党員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に内閣提出、参議院総付、公益信託に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。総員、起立総員。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました両案に対し、富樫博之君ほか7名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、日本共産党、国民民主党無所属クラブ、有志の会及び令和新選組の共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。太秀志君。はい、ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明いたします。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきます。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案に対する付帯決議案、政府は両方の施行にあたっては次の事項に留意し、その運用等について異論なきを期すべきである。一つ、公益法人制度及び公益信託制度を中心とした民間による公益活動の一層の活性化のため、両方の趣旨、新たな税制措置の内容等について、関係者をはじめ広く国民に対し、周知徹底を図るとともに、社会経済情勢の変化等を踏まえ、両方施行後5年をめどとして、それぞれ必要な見直しを行うこと。二つ、過去に公益法人の不祥事が相次いだことに鑑み、不適切な事案に対する行政庁による監督等を厳格に行うとともに、公益信託に対する監督等についても、公益法人と共通の行政庁が担う制度と改めることを踏まえ、両制度に関わる監督等が透明性を確保しつつ、迅速かつ的確に実施されるよう、国の体制強化を図るとともに、自治体の体制強化のための必要な支援を行うこと。三つ、公益法人の財務規律に関わる判定、公益信託の認可等について、全国を通じて統一的かつ透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行うなど、必要な措置を講ずること。四つ、公益法人における財務情報の開示、自律的なガバナンスの充実等に関わる、措置の実施に伴う事務手続きや人材確保等について、小規模の公益法人等に対し、必要な支援に努めること。5つ、改正後の公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく内閣府令等の策定にあたっては、公益法人の関係者を含め、広く国民から意見を聴取し、運営実態等を十分踏まえること。6つ、既存の公益信託の新たな制度への円滑な移行が図られるよう、公益信託の関係者の意向や運営実態等を十分踏まえ、適切な措置を講ずること。以上であります。何卒委員各委員のご賛同をお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって両案に対し付帯決議を付することに決しました。この際、本付帯決議に対し政府から発言を求められておりますので、これを許します。加藤国務大臣。ただいまご決議をいただきました付帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来たる22日水曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。